ちょっと久しぶりなんでちょっと分かんないですけど、はい、エンジンがいいんで、はい、取れてると思いますけど、ちょっと分かんないですね。分かりました。もうバランス取れていい足と思いますけどね。もう乗り心地も、はい、いいんで行きたいところに行ける感じですね、はい、調整面としてはもう気温に合わせてもう回転合わせるだけですね。スタートちょっとまだ分かってないですね。なんか勘とずれるんで、もう恐る恐るっていうか、ちょっと合わないんでちょっと難しいですね。あ、最近は趣味っていうか、ウクレレとかやりますけどね、はい、結構好きで。どういった経緯でウクレレを持ち始めたんですか？なんすかね、もうなんすかね、見た目も可愛いし、なんか楽器も好きなんで、歌とかも好きなんで、なんか弾き語りを練習してますね。最近の曲で何か弾いたりとかするの？最近なんすかね、最近あ恋とかですね、恋ダンスの恋、そうですね練習したりしてますね。あ、そうですね。最近やってますか？ちょいちょいやってますね。はい。結構強いんですか？好きですね。強いかどうか分かんないですけど、好きですね。最近誰かしたかな。最近選手、運野幸四郎さんですかね。一番最近で言ったら、あと佐久間さんとかですかね。あ、佐賀では長溝さんとか、はい、そうですね。一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。